道玄坂 TV。 はい、お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。どうぞ。今度ですね、5月の20日から、22日までこちら道玄坂カフェでですね、お芝居をやらせていただきます。ユニット A2 という団体の至高の獣という芝居でございます。人間と獣、人間って獣じゃないか、獣は人間じゃないけど、そういうお話でございます。ですね、ある銀行の支店に強盗が入りましてですね、で強盗が1階を占拠して、その隙に、2階を警察が占拠して、ちっちゃい支店の中で1階と2階で強盗と警察が戦い合うという、至高の獣と人間の戦いという熱い話となっております。よろしければぜひお越しください。チケットはですね、ユニット A2、カタカナだけです。あと至高の獣タイトルで、ググっていただければ、ホームページ出てきますので、こちらからお問い合わせよろしくお願いいたします。あ、新案としてはございません。はい、秘密でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ところで、この右の人は誰ですか？こちらですか？はい。劇団一人に似ている人です。あ、似てる人っていうだけですか？似てるっていうだけです。全く関係ございません。嘘です。今回出ます。道玄坂カフェのなんか食べ物オフでたまに見かけたり。気のせいです。あ、気のせいです。気のせいです。あ、完璧役者の方です。はい、ボーナしんのすけという名前で、ゼラスという名前ではございません。出てます。はい、はい、暴れてくれてますので、はい、また関係ございません。なるほど、なるほど。現状、チケットの売り上げはどうですか？もう順調に。順調です。はい。早くお知らせください。はい。残席、結構、はい。じゃあ、日付によって、こう、会場日をちょっと教えてください。はい。5月20日、14時半会場。第2回目公演が18時半会場。20分後に、はい。ちょうどはい、開演です。21日が14時半会場。夜の公演が18時半会場。22日、千秋楽が12時半会場。ちょっと早いですね。はい。で、千秋楽公演が16時半会場となっております。千秋楽は、その後打ち上げもございますので、お暇でしたら、ぜひ、一緒に飲みましょう。おぉ、でもそれって金かかるんですよね。はい。追加で2500円いただきますが。2500円。はい。オープンな、オープンな打ち上げに。それは何か、モツが出るとか出ないとか。モツだれ作ります。あ、ないっきりです。あ、やっぱり食べ物オフで何か。いや、全然気のせいなんですかね。はい、なるほど。食べ物を作る、結構作る方ですけど、あんまりこっちが作ったことないですよ。まあ、しらじらしいんで、この辺。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。道玄坂テレビ、時田でした。